意外と大手でも学歴フィルターがないところは多い。オフィス学ぶっていうのは大事だなと思ってるんですよね。でも私の場合いわゆるエフランっていう大学だったんで落ちるだろうっていう気持ちで受けてたんで。どうもしゅんです、こんにちは。ということで今回は合格者体験談シリーズということで、以前もしゅん大に出ていただいたエフラン大学から3社の大手内定を勝ち取った戸川さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。あ、戸川さんは今どちらにいらっしゃるんでしたっけ？私は今現在イギリスのバーミンガムというところで大学院生をやっております。どうですかイギリスでの生活は？いやちょっと思った以上に大変で、特に授業が難しいのでついていくのが精一杯です。まず戸川さんが21卒で就職活動をしてた時の就活のまあ結果を改めてちょっとまずお伺いしてもいいですか？結果は内定を確か4つもらって、うん、そのうちの3つが上場企業だったと思います、うん、で IT 企業が2社なんですね。あれですね、 IT 企業2社と不動産系の会社が1社でした、うんうん、今改めてまた就活をしてるっていうことですね。そうですね、ちょうど23卒ですかねとして今やってます、うん、まず最初にぶっちゃけ学歴フィルターは感じましたか？いや感じなかったというか、こちらから感じるのはちょっと難しいですよね。というのも書類で落とされることはもちろんあったんですけど、それが本当に学歴フィルターで落ちたのか、自分の例えば学力テストがうまくいかなかったからとか、そういうのって判断できないんで、それはあったかどうか私には判断できないんですけど、一つ言えるのは意外と大手でも学歴フィルターがないところは多いっていう印象がありました、うん、それは関係なくその書類が通ったりとか面接通過したりっていうところで感じたってことですかね？ええ、それもそうですし、あとその採用大学を公表している企業っていうのもあるんですけど、有名な大学ばかりなんですけど、その中にもやっぱり、まあ、無名な大学を取ってる企業っていうのも、まあ、数多くあったんで、そこからやっぱり学歴フィルターを採用しないところもまああるんだなというのは感じました、うんうん、戸川さんが他の学生よりも、はい、なんかここが強みだったなとか内定取れた理由みたいなところってございますか？まあ、今振り返ってみると、多分一般の大学生の人たちよりは、まあ、勉強してたと思うんですよ、私のその学部時代を振り返ると、うん、でも私そんなにあんまり学歴以外いいところでないんで、まあ、そこのギャップでポテンシャルをアピールすることはできたのかなって思います。じゃあ同じ大学内で、まあ、就活やってない人がいる中で なんで頑張れたとかってありますか？私の大学じゃなく、その他大学の友達の存在は大きかったと思います。やっぱり私の大学のコミュニティ内では、私と同じような志を持っている人たちが、まあどうしても少なかったので、他大学の友人たちとコンタクトして、情報を集めて、どうやってるうちに、基準が彼らとか彼女たちと同じようになるんで、うん、まあそこがモチベーションになったのかなと思います。じゃあなんか、コミュニティを大学じゃなくて、他のところとか、志が高いところに置いてたっていうのがでかいというですね。まあ、そうですね、やっぱりどうしても自分の大学でないなら他で作るしかないなっていう感じですよね、うんうん、それは SNS とかで見つけたんですか？そうですね、 SNS とかで、はい、見つけました、うん、それって どうやって見つければいいんですか？私の場合は英語の勉強方法を発信するアカウントを Twitter で作ってやってたんですよ、うんうん、でやっぱそうやってるうちに、まあ、同じような大学生で英語を勉強してる人っていうのがたくさんいたんで、うん、まあ、そこで仲良くなって他の実際に会ったりとかして情報交換とかはしてましたね、うんうん、じゃあ続いてなんですけど、戸川さんの就活のスケジュールをお伺いしたいなと思ってるんですけど、何年の何月に始めてどういったスケジュールで進んでいったかっていうのを教えていただいてもいいですか？はい、私の場合はそんなに早くはなくてですね、確か3年生の1月ぐらいからウェブテストの対策とか、まあ、ES の、まあ、対策とかをしてたような気がします。うんうんうん、最初はウェブテストの対策をメインにやってて、でそこからどういう風な就活をしてたんですか？まあ、実を言いますと、そんなにその時期はあんまり就活には力を入れてなかったというのが正直なところで、普通に3月になってからエントリーして、まあ、ES を出して面接に進むっていった感じでしたね。おー、じゃあもう結構いわゆる就活対策みたいなことあんまりしてないってことですね。そうですね、3年生の3月に英検1級の二次試験があったんですよ、うんうんうん、でそれの対策をめちゃくちゃしてて、
でその英検1級の二次試験っていうのが英語で面接なんですよ、はいはいはい、でそれで英語で2分間のスピーチをしたり相手が聞いてくることに対して英語で答えるっていう練習を私はずっとしてたんですよ8時間ぐらい、うん、でそれが結果的に多分就活の面接対策にもなったのかなって今振り返れば思いますね。自分の頑張ってることをやってたら、まあ、就活も特に対策せずとも受かるっていうのは結構本質だなと思います。そうですね、やっぱりそのテクニックも大事なんですけど、どちらかといえば長期間でやってきたことを出す場が、まあ、面接とかそういう就活の場だと思ってるんで、それは良かったのかなって。ちなみに ES とかも特に対策とかもしなかったんですか？まあ、もちろん企業研究をしてる中で変えたりはしたんですけど、基本的には、まあ、他の内定をいただいた方の ES とかと自分のやつを比べるぐらいしかやってなかったですね。それすごいですね。 ES の段階でも通ってたのがめっちゃすごいなって思うんですけど、それもあんま対策しなかったってことなんですね。そうですね、学部時代は文学だったんで、まあ、文章も実は結構書いてたんですよね、うんうん、なんでまあそれももしかしたら ES でも生きたのかなとはまあ思います。 ES とか面接対策は特にせずに、はい、まあ、1月から始めたということなんですけど、はい、面接始まって3月以降とかどんな感じで生活してたんですか？ウェブテストがあるところは受けたり、あとはまあテストセンターに受けに行かないといけないところもあったんで、まあ、受けに行ったりとかしてたんですけど、うん、まあ、一つ良かったのがちょうどその時コロナが流行り始めて、基本的に全部就活はオンラインで完結するようになってた時期なんですよね、はいはいはい、なんで基本的にその家で全部情報収集とかできたんで、そこに集中はしてましたね、はい、なんでそのおかげでエントリー数増やしたと思います。その自分が思ってたよりも。大体何社ぐらい受けて最終的に4社合格したんですか？20社ぐらいは多分出したと思います。じゃあ結構ちゃんと打席にも立ってたっていうことなんですね。ですね、やっぱり、まあ、別にそんな私優秀なタイプじゃないんで、落ちつつ学ぶっていうのは大事だなと思ってるんですよね。もう落ちてもいいからそこで場数を踏んでいく、それが大事だなと思います。落ち込んだりしないんですか？落ちたらなんか人格否定された気持ちになりません？うん、いやでも落ちる前提で私は受けてたんで、うん、私が多分東大とかだったら多分落ちたらへこむと思うんですよ。でも私の場合いわゆるエフランっていう大学だったんで、落ちるだろうっていう気持ちで受けてたんで、そこはあまり気にしませんでした。ちなみにターニングポイントってどこだったんですか？なんでそれ頑張ろうと思ったんですか？はい、ターニングポイントは、まあ、大学1年生の時なんですけど、まあ、その時に彼女ができまして遊んでたんですけど、まあ、振られまして、それで、まあ、その時に頭が悪い人は嫌いだみたいな感じで振られちゃってそこからまあ勉強をやろうと決心しましたね、うん、いいね、理由が単純です。いいなって思いました。まあまあきっかけはねそんなもんですよね、やっぱり。じゃあその就活生の時にやっていて良かったことをお聞きしてもいいですか？まあやっぱり自分を客観視することはまあ大事だなと思いました、うんうん、というのも別に学歴もそんなにいいわけじゃないし、他の志望者たちと差別化する必要があるんですよね、うん、そういう中でじゃあ自分の武器は何だっていうことで、まあ、エフランを武器にしようと。で私は入学するときセンター英語20点だったんですけど、うん、まあ、それを武器にしようということで、うん、客観的に自分を見つめ直すっていうのは、はいはい、まあ、よくやってましたね。どうやって客観的に見れるんですか？自分でそれを判断するのは難しいんで、一つはやっぱり友人に自分のことを聞いてみる、うんうん、自分のどこが長所か、そしてどこが短所かで、多分それって面接官が自分を見るとき大体同じような視点になると思うんですよ、その友達の意見とか、うん、そうなったらやっぱり対策もしやすいですし、あとはまあやっぱり同年齢だけじゃやっぱり面接官年上になるんで、私の場合は大学の先生にどこを直したらいいのかとか、どういうところが武器なのかというのは聞いてましたね、ずっと。そこの反省する気持ちと、なんか変にプライドがなくてちゃんと学ぼうという姿勢があったからいい結果につながったっていうことなんですかね？そうですね、やっぱりどうしても新卒ってなると別にスキルとか期待してないと思うんですよ、その企業の方も、うんうん、だからどれだけ自分が学ぶ意思があるか、どれだけポテンシャルがあるかのアピールするっていうのはまあ大事かなと思います。今就活を頑張っている就活生に向けて、まあ、アドバイスであったりとか、まあ、同じ目線でも大丈夫なんですが、最後に応援メッセージをいただけたらなと思ってます。就活っていうのは、まあ、短期対策と長期対策、この2つがあると思っていて、まあ、短期対策はその ES とか面接とかその直前とかでやる対策なんですけど、まあ、私はどちらかというより長期対策が大事かなと思っていて、大学生活って長いようで短いんで、
何でもいいんで自分が熱中できることをやっていくうちに自分の武器が見つかると思っています。なので、うん、まあ、ぜひそれを見つけて頑張ってください。いや本当その通りだわ。ということで今回戸川さんに合格者体験談をちょっとお聞きしたんですけど、これから就活もまたするということなので、あの全力で応援させてください。あ、すみません、よろしくお願いします、はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。